はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日もワンホールさんとユートピアさんのイベント対戦からタウンホール11をね、ちょっと見ていきたいなというふうに思うんですけども、いや、今回のもね、すごいアイデアですね。私もびっくりまたしたんですけども、ライジングさんがね、ユートピアさんのケンさんの村を全開したこのアタックが本当すごくて、これ、合計3回目でやっとね、取れたんですけども、まあ、この取り方が驚きです。ちょっと注目してもらいたいのは、まあ、この食い火はきっちりね、反時計回りにこう流していきますんで、流れていく間に行っときますけど、ここです。これ、この中央にあるイーグルたち、こいつらをどうやって破壊するかっていうのがね、本当にすごいです。どうやると思います？ちょっと見てもらいたいんですけど、まずこれバスターを出しますよね。クイヒーとバスターが合流していって、入っているユニットがね、ちょっと私もなんだろうなと思って見てたんですけど、残りが手持ちがボーラーと、ディガーなんで、この辺から一気にね、ディガーとボーラーをわーっと出して中心に向かわせるのかなと思ったんですよ。と思ったんですけど、あれあれと。アチャクイをね、サイドカット用にこう曲げるユニットも持っていかずに、なんで短期突入かと思ったら出てきたのが、なんとバルキリー姉さんですよね。バルキリー姉さんが出てきて一気にレイジに乗って中心の施設を全て破壊して、相手のアチャクイまでおまけにかかってきちゃってると。これですよ。これやったことによって、あれと不思議という、あっという間に L 字型が完成しますよね。でこうなってくると、もうあとは攻め手側はもう回すだけで、ライドラとね、今シングル IT もきっちり凍らせて、でここで怖い施設をきっちり処理と。でディガーの後ろからボーラーをつけて、ババキンとボーラーがね、ちょっとババキンが先行しちゃっていて、少しこれが持たなかったんですが、ただまあボーラーもしっかりこう生き残ってくれていてね、ディガー、あとヒーラー、アシャクイ、ボーラーにオーデンがしっかりとこう固まって前進していくという形ができてますよね。でやっぱり一番怖いのはこの火力集中帯ですよね。ここにまずフリーズ、ここからレイジとヒールを重ね掛けしていくというね、最後までしっかり呪文も残せてますよね。でちょっといやらしいね、あのババキン、あのこれ足止めされがちなんですけども、それもレイジで処理しながらダマになった、ディガーにヒールをかけていくと。でこいつらが竹取ってる間に横からはボーラーがこう刺していくという形ですね。で、まあ、ヒーラーはね、最終的にはこう焼かれちゃうんですが、まあでも十分あのユニットが残ってますよね。各ユニットが本当にいい仕事をしていて、これはね、もうさすがに素晴らしいプランニングだと、もう脱帽せざるを得ませんでしたね。まあ、今回の対戦ね、本当にいいアタックがいっぱいあって、どれをねこう取り上げるかっていうのがすごいまあ迷うところではあったんですけども、まあ、その中でもこのアタックっていうのはかなりレベルが高い、あの一発だったんじゃないのかなというふうに思いますね。この真ん中の破壊の仕方、まあ、この大きい区画だからこそね、うまくここを効率的に壊せれば圧倒的に L 字が作れるというね、このやり方が本当にお見事でした。素晴らしいですね。で、ちょっとね、私これ前回言っただろうと思ったアタックがもう一個あったんですよ。この村に対してね、ケンさんの村に対して、そのアタックっていうのがベッコアメさんなんですけど、まあ、星1でね止まってるんですが、まあ、80% まで伸びてます。でどういうアタックだったかっていうと、序盤の入りは同じですね。でこれ食い火です。でしっかりねベビドラで、口方面をカットして、でアチャクイがね、あの反時計回りに回るルートを確実に作ってますね。で、そこからペッカボーランの形で一気にね面で押していくんですけども、このね面の押し上げ方も結構これが上手なんですよ。でおそらくねプランニング的にはそんなに失敗っていうのはなくて、ほぼほぼイメージ通りにいたと思うんですけど、まあ、それでもね取れなかったっていうのは、まあ攻め方テクニックのね問題ではなくて、これはもうプランニングと相手の村のその相性の問題だけだったと思いますね。で、ここで今ねちょっとアチャクイのクイヒーのヒーラーがやられてるのは、ちょっとこれはもしかしたら誤算だったかもしれないんですけどね、そこだけは。ここでね、バスターで穴を開けてからネクロボーラー、ペッカを一気に流し込んできますね。で、この区画、壁でこう囲まれてますんで、進むべき方向はもう分かってますよね。一直線にこのまま真上に駆け上がるだろうというふうに思います。で、ここでトルネットトラップにね、少し足止めはされたものの、しっかりトームでね、ダメージを回避しながら、相手の、ライドラを、削っていって処理と。
でこの時点でしっかりね、ボーラーがまたたくさん残っていますので、アチャクイもここに合流してますしね。でネクロも地味にサイドカットしてると。でこうなってくるとジャンプもここに打って割とこれ伸びるんじゃないかなと思ったんですけど、あれという間にあっという間にねユニットが削られてきます。でこれなんてかっていうと、ヒーラーだったりヒーリングがない状態でここら辺にこうユニットが広がっちゃったんですよね。そうすると多勢に無勢になっちゃって、で最後ユニットがそれぞれ格好撃破されてしまったということですね。これがやっぱりね、面で突撃させる場合のすごい、ありがちなリスクというか、展開に届かない大きな要因になってくるんですけども、最初のね、ボーラーだったりそのネクロを出すねタイミングまでは本当に素晴らしくて、これは前回見えたかなと思ってもこうなってしまう。これもベッコアメさん多分もう途中までもしかしたら確信した、私もしたんですけど、なんでちょっとあれあれ意外っていう感じだったかもしれませんね。一方でこのケンさんの村をね、2人をきっちり前回から止めてますんで、素晴らしい防衛ですよね。私もこの村結構攻めにくいと思います。さっきの真ん中にねバスターからのバルキリー流し込むっていう発想、あれがなかったらもっともっとこれ苦戦させられた本当にね手強い、陣だったんじゃないのかなというふうに思いますね。いや本当お見事でした。ナイスなアタックですね。お二人ともかなりレベルが高かったんですけども、特に前回をね取った要因っていうのは真ん中の潰し方ですね。プランニングが陣を潰したと言っても過言ではない、そういう今回はアタックでしたね。やっぱね難しいテクニックっていうのもやっぱり重要なんですけども、ああいう風にね難しくなくてもいいから発想でしっかり相手の村を削っていくというねやり方っていうのもやっぱりそのクラクラの醍醐味ですよね。事前にいろんなアイデアを、柔軟に練って、村に当てはめて攻めていくというね、その攻め方っていうのをもろに実践してくれたのがこのライジングさんの、アタックでしたね。もう一回倍速で見てみましょうか。真ん中にねバスターを入れるタイミングとかはすごい重要だと思うんで、こんな形でアチャクイが対空砲を壊せるところに穴開けて、真ん中には一気にバルキリーで破壊をしていくというね、この掛け合い、バスターで穴開ける位置も絶妙ですよね。ここにあった対空砲をアチャクイが空飛のヒーラー焼かれる前に壊せる位置に穴を開けると、いうことですね。このままあとは、押し切って全開と、ヒーラーもやられてませんのでね、最後まで仕事してますし全開というところですね。いやお見事でした。はい、というところでね、本日は、失礼したいと思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後も継続的なご視聴どうぞよろしくお願いいたします。我々ね、ワンフォールユートピア、あと関西クラクラクラブにもぜひ遊びに来てください。では、本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。